3D 回転とは、講義には3次元空間上の回転、競技には写真などの3次元データでないものを3次元的に回転しているように見せる画像処理、表現手法のことである。この項では、競技の 3D 回転を解説する。講義である3次元空間上の回転は、回転の項を参照のこと。現実世界に実在する物体を三次元的に回転して見せる場合には、 異なる角度から撮影された写真を複数枚連続的に切り替える手法がしばしば用いられる。このような手法を用いた例には Apple のクイックタイム VR オブジェクトなどがある。この手法は制作に比較的コストがかからない長所がある一方で撮影されていない角度からは干渉できない短所がある。またこの手法は計算量の節約のために リアルタイムに 3DCG 処理を行わずに、あらかじめ複数の角度からレンダリングされた画像を用いて3次元形状を回転して見せる場合にも用いられる。物体の表面座標を3次元レーザースキャナで計測し、3次元データ化する手法もある。この手法は高精度な3次元データを得られる長所があるが、比較的高価な専用の機材を用いる必要がある。また、 X-Sensity や MRI などで撮影した断層画像をボクセル化し立体的に可視化する技術も存在する。ボクセルによる手法では回転や拡大の他に任意の断面を切って見せることも可能である。このようなボクセルを用いた例にはアントワーヌラセによるオサイリックスやオッティモノ、エモンなどがある。また、異なる角度から撮影された写真を解析して 三次元形状を生成する技術も存在する。このような写真解析を用いた例には、ストラタのフォト 3D などがある。また、映像を解析してカメラの三次元的な動きを解析するマッチムーブと呼ばれる技術が存在する。この手法は実写映像と 3DCG の合成にしばしば用いられる。また、人物や 物体の動きを光学マーカーや磁気マーカー、機械式のセンサーにより計測し、3次元空間上での動きを再現するモーションキャプチャーと呼ばれる手法がある。モーションキャプチャーは 3DCG でのキャラクターなどを実際の人物のように動作させる際にしばしば用いられる。3D 回転の例一般的に2次元画像を回転させる場合は、 視線方向を軸にした平面的な回転が行われるが、回転軸を視線方向に限定せず、二次元画像を立体的にに遠近感をつけて回転してみせる手法がある。この手法は単純に立体感を演出できるほか、画像が縦長や横長になった分、表示面積を節約できる特徴がある。当初は、 画像処理ソフトウェアの変形機能の一部としての利用がほとんどであったが高速な3次元グラフィック処理が可能な GPU の普及とともに一般においてもリアルタイム処理が可能になりグラフィカルユーザーインターフェースでの採用が進んでいるこの手法は歴史的に2次元画像を多く取り扱ってきた GUI システムにおいては容易に立体的な演出を取り入れられる手法といえる アプリケーション OS ハードウェア、ありがとうございます。